んちゃん、あ、コメントが。見て、画角違うの。なんかある動画を撮らなきゃいけなくて、ファンの人じゃない、マネージャーさんに三脚、スマホの三脚借りたんですけど、なんかね、これぐらい伸びる三脚だって。クッションかわいい、これ枕なんですよ。で、なんか私なんか腰肩こり強くて、なんか肩こりをしない方法みたいなのを調べたら、枕がここで終わっちゃうから肩こりになりやすいって言って、その高さを同じにした方がいいってなって、を同じにした方がいいっていう記事を見ながら、枕を横じゃなくて縦にして寝てるんですよ。でここら辺に肩やって、ちゃんと均等になるようにして。そう、あ、だからカメラじゃない、コメント見えないんだった。で、まあ普段はパジャマ短パンなんですけど、まあ、この価格で短パンって良いなと思ってやめたよね。そういうこと言って「え、やってよ」って言ったコメントした人怒るからな。参考になる。なんかバスタオルとかでもいいと思うけど。え、っていうか、なんかこの投票期間にそういう短パン、今までしなかった短パンするのあざとくない？そういうつもりじゃなくても、そういうふうに言われるから嫌だ。もし本当に短パン着るのはもう全ての期間が終わった瞬間やるわ。そう、絶対言われるもんな、今の投票期間でそういうこと、普段しないことしたら。もうなんか泣いただけで言われるから嫌だ。うん、罠じゃないよ。罠じゃないよ。え、みんなは私じゃなくて私の足が好きなんですか？私の顔が見えてるからいいっていう判断にはならないんですか？足が見えてなきゃ私は減点なんですか？ねえ。めっちゃ言われるけど、なんなん？てか普段から私足見せてへんやん。顔が好き。そう、足元がならいいけどさ。でもコメントが見えん。あ、横にしたい。あ、横にした方が見やすいか。あ、横にした方がいいや。治安が治安が悪い。でもなんか普段足見せないから、公園とかでね、足が見えるからレアですよね。レアですよね。そう、キリギリス人とかも短パンだもん。私握手会でも、あ、来たことあるな、握手会の短パン。そりゃなんですよ。でもなんか瀬戸宗聞いてくださって、なんか瀬戸宗みーちゃんが出てる回全部聞いたよっていう方がいたら、もしかしたらこの話聞いたことあるって、逆にそうなってほしいんですけど、覚えててほしいんですけど、私が私服で足をあんまり出さない理由も、実は田中幸子と瀬戸宗出た時に実は持論で語ってるんですよ。ただ足を出したいわけじゃなくて、いろんな意図があって足を出してないんですよ。そう。さあ、覚えてる人はいるのだろうか。怪我には気をつけてほしいと思います。ちょうど私最近怪我して、今こっちの足が捻挫気味なんですよ。今なんか昨日のお仕事で
で台風来てたじゃないですか。でなんか移動の車降りた瞬間突風にバーンってなって、これをそのままグキって言って、なんかめっちゃ痛い。そうめっちゃ足痛いけど、まあこうチャートリー公園まで治ればいいやっていう気軽に行ってるよね。そうなんか明後日公演ですとか言ったらさすがに焦るけど、まだなんかレッスンとかもあと1週間後ぐらいにあるけど、それまでになんか多分そんな重度じゃないから湿布貼って冷やせば多分それまでには治るだろうなっていう。焦ってもだって怪我はどうしようもないもん。そうだからすごい突風にさらわれたんですよ。でマネージャーさんにも言ってて、そうなんでって言われて、いや台風の風でやられましたって、おめなみちゃんの飛んできそうだもんって言われて、いやいやいやって言った記憶がある。え、なんか私さっきインスタストーリーを更新したんですけど見ました？それはあれも昨日のお仕事でマネージャーさんと、あそこすごくないですか、何か凍りにしそうな空と海じゃないですかって言って写真パシパシ撮ってたんですけど、そう、それをさっきインスタストーリーに載っけて、さっきインスタ開いたらなんか DM が来てて、誰と思ったらみちゅで、そうなんかこういう空の時って天使が降臨しとるらしいよって言い、なんか不思議な情報が DM で来て、あそうなんだって、神秘的だねって返しといた。そうあれめっちゃいい写真撮れたわと思って、そうマネージャーさんが「みなみちゃん南ちゃん撮るのうまい」って言ってくれて、そう、 そう天使が降臨してるらしい、すごい情報でしょ。だからもうマックスわざわざそれを DM してくれるみちょが可愛いなと思って、 LINE するほどでもないし、なんか会って言うほどは多分そんな些細な情報で覚えてないからDM でっていう、なんかみちゅのなんか可愛い考えが分かって可愛いなと思った。天使イコールみーちゃんでなんなんどうしたん。コメント見てるんだよ。あこっちの携帯でログインしてないからぶっ飛んだよ。瀬戸内の妹の遠い。いつもどちらかというと近い、画面が近い私なのに遠いよ。なんかいつも近くやったらコメントで近い近いって言われるから、たまにはこういう日があってもいいんじゃないでしょうか。めっちゃイヤホンつけたまま、これこの前のオンラインお話し会で使ったイヤホンもらった、アンドロイドにぴったし、見えないで。バスの二つ前の席、声をかけるにはちょっと恥ずかしい。恋をしてもなれないね、かぶまかからかかたむかたき、その方は同じさ。純脈心配何も話せなくても、確かに今僕
桜は一つになる。ベテテ重力心配何も話せなくて分かり合える日が来るよ。ちゃ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 。楽しい、踊りたい、早く公演したい。あ、また治安がね、ここ治安良くないよね、ほんと。お顔のパーツのバランスの良さって言われてやった。え、うんじょ、いきなりか。これ足ないと分からんふりだわ。うん、私が、あの、のんちゃんが卒業してしまって5人編成になって、振りが上下で変わった振り、パート1恋は奇病中。まずあれなんですよ、なんかちょっとチャーン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 、あ、違う違う違う、今のだけチャーンチャーンチャーンチャーチャって見てた振りなんですけど、今はチャーンチャーンチャーンチャーにこっちになったし、カウントも変わったんです。そう、んで、チャチャチャレチャ、I'm sorry に違う、今までは下手こっち側でこうやってたんですけど、のんちゃんがいた位置に入ったのでこっちになったので、チャ、え、違う違う、チャチャレチャっていう振りが私今までこっちからだったんですけど、それも逆になったんですよ。知ってた？気づいてました？そう、チェ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 で、でもサビから、あ、 A メロからは位置は一緒、イントロだけで、 Be My Baby は本当だったら0番こういう形の、こういう形のこのてっぺんの0番真ん中にいて、チェチェーンで立ってくる振りなんですけど、ココと背中合わせの 0.5 になって、今まではチェチェどっちだっけ。今まではちゃ、え、どっちだっけ、今まではちゃんちゃんだったんですけど、ちゃんちゃんになりました。位置も全部立ち位置も変わって、今まではウォー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 だったのが、ウォー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 になりました。全部逆。いや、逆にもう6人バージョンできん。いい。そう、でももうなんか基本的に何かを覚えることを苦じゃないタイプなので、頑張ろうっていう精神なので全然。あとは別にややこしいのないかも。リセットも番号変わっただけだし、上下で振り替わるが一番大変で、番号変わるは全然大丈夫なんですよ。あのユニットが愛しきナターシャがお蔵入り。ミーヒンセンター曲お蔵入りして、そう、そう、あとなんだっけ、KU1 でしょ。モーストガールフレンドも特に変わってなくて、番号と番号が変わったぐらい。そう、ナターシャお蔵入り。え、なんか今回新しいチャートリック編になるに至って、みんなで瀬戸りを考えようってなった時に、今だから言える話なんですけど、なんか新規の曲、新しい曲を6曲入れることなんです、なったんですよ。ユニット、新規ユニット2曲、6人の6人曲の新規が4曲って言って、なんか6曲入れることになって、その時のんちゃんもいて、そのチャートリーメンバー6人だったから、その新規曲で一人一回センターをいただけるのかなみたいなことをみんなで言ってて、でなんか順番で振り入れしてて、なんか多分シンパシーが一番最初だって、のんちゃんがセンターでみたいな、で、ね、何の曲センターだろうってワクワクしてたら、私センター曲がなかったんですよ。で、まあ、勝手に新規曲が6曲で6人だったから一人一曲センターもらえるって勝手に思ってただけで、まあ、そんな甘くないよなとか思って、仕方ないって受け入れてて、
で、マネージャーさんに普通に世間話としてなんか私だけ選択肢ないんですもんって言ったら、え、そうだっけって言われて、なんかまさかそのなんかまあまあ頑張りないよみたいな反応かと思ったら、え、そうだっけっていう反応だって、それがまさかすぎて、えってなって、みなみ選択肢あるじゃんって言われて、え、新規ですよみたいな、既存曲はありがたいことあるんですけどみたいな、新規6だったから、メンバーも6だったから1人1個もらえると思ってましたって言ったら、え、そのつもりだよって言われて、え、もらった資料にないですよってなってマネージャーさんが見返したら間違えたって言われて間違えたって言われて、まだフリー入りしてないやつがユニットだけだったから、あ、じゃあみなみナターチョ出たねって言われて、そういう意味で決まったんですよそう、あとの曲はもう全部振り入れしちゃったから、いきなりセンターっていうのが無理で、ユニット曲だけだって、ユニットも3層に分けられてるからもう1個しかなくて、だから それでいいって言われて、あ、ごめん、そんなつもりじゃなかったんです、別に大丈夫ですよみたいに言ったけど、もともと1人1曲センターのつもりだったから、こっちのミスだごめんねって言われて、私はナターシャセンターになったんですけど、そのナターシャもいなくなっちゃって演者路線してますそうそう、まさかでしょ、気づいたらみーちゃんと同じ座り方してたそう、そのセンター業お蔵入りがあって演者路線そうで、なんかそれはさすがにあかりに言ったよね、ちょっとあかり聞いてって言ってあかりがマジでつってウケるって何でも言うもんだねって話になったあ、これタイパンツかわいいでしょ、タイで買ったタイパンツだから安かったしかもしかもなんかこういう、もともとこういう長さなんですけど、すごい、もともと生地が軽いからマジ履いてる感じなくて、しかもヒュッてやると上がってくるから短パンにもなるっていう、タイパンの短パンですおもんなあ、明日フォーシーズンズ聞くな、そう、明日キッス FM 神戸さんのフォーシーズンズさんに、あの2期生の高尾紗友香ちゃんと私石田みなみが出演させていただくんですけど、あの10時台の出演になるので皆さんぜひ聞いてくださいてる人が可愛いからみーちゃんの FKRHG でどんめし3杯食べる、 FKRHG ふくらはぎみごとに打ち合わせ、その場合はキッスさんなのでラジコもあると思うのでラジコで聞きましょう。私のファンの方はね、二重連筆を聞いてくださってる方がタタタタタタパーパー多数いると思うので、ラジコ会員になってる割合が多いのかなと思うので、めっちゃ携帯見るじゃんと思うじゃん、携帯が遠すぎてコメントが見えないからこっちで見てるだけよシャークネッツの砂浜寝そべった水着シャ、私ずっと NNB さんの逆曲聴きゃあともう一個今だから言える裏話があって、なんかチャートリーでその一人みんなでやりたい曲を出し合おうって時、私ほぼ全部 NNB さんの楽曲を推薦したんですよ、青い月が見てるからとからしくないとか、けどまあ採用されなくて、で今そのメンバー一人一人ソロでやってる、ソロ曲やってて、まだ全員一周回ってないんですけど、私ピョーちゃんとハートの独占権っていう二人曲なんですけど、なんでソロやらなかったのってなるかもしれないんですけど、 NNB さんの曲がキャッキャ
採用されなさすぎて入れたよね。ずっとユニットで関東独占機したいってずっと言ってた日は通らなくて、ゆうちゃんにやりたいって言ってたら、ピオが、あ、じゃあソロ曲で二人でやろうよって言ってくれて、そう。っていう実は裏話がありました。そう、そう。今のまあチャートへの瀬取りもね好評だから文句は全然ないんですけど、そう、 NNB さんの曲が欲しくて、でハートの独占権がやりたくて、けど33がちょうどやっぱユニットとしていいから2を入れるのが大変ってなったので、なんかアリちゃんスタジオがずっと1人1曲1曲ソロとかやってた時に1回アリマリ、アリちゃんとマリハやってマリナでユニット曲やってたから、え、だからその手段がいけるなら2人曲でもいいんじゃないかと思ってマネージャーさんに相談したら、その双方が納得してるならいいよって言ってくださって、ピョーちゃんに言ったら「えっピョーもやりたい」って言って「その曲普通にやりたい」って言ってやってる。そうそう、だからいつか、今は私があの紫の方の大人の方をやって、ピョーちゃんがピンクの可愛い子の方をやってるので、いつか何回かやったら交換しようねとか言ってて、そう。自由じゃん、もう2人で何をするか、だからこういつかお姉がピンクしてキュッ、なんかキュッキュンってやって、ピョちゃんがほうっていうのをやる。そう、今だから言えるよね。そう、でもずっとなんか STU は夏曲がずっと同じなんですよ。なんか初期の1年目にやった夏曲をほぼ1年目2年目とかにやってる時の夏曲をずっとやってるか、新しい夏曲を増やしたくて、私は永遠にユリーカをしてる。ユリーカしたいってずっと言ってる。そう、でもなんか一回スタッフさんとご飯食べた時に16人曲で何の曲がやりたいって言われて、STU 今四国が四国推しをやってるけど、なんか STU 推しもやりたいっていうのもやったし、その時にそのご飯食べたのが春ペソの後でギャオ選抜に選ばれた後だったんですよ、選んでいただけた後だって、あの AKB48 あフェスティバル、 AKB フェスティバルをギャオ選抜で初めてさせていただいて、そこで初めて振り入れをした曲だったから、その時まだ僕恋公演とかなくてやってなかったんですけど、ずっとフェスティバルも STU でやりたいってずっと言ってたら、なんか16、73の公演でそれは叶った。そう、でも私はずっとまず1年目ぐらいからずっと STU 推しをしたいってずっと言ってる。でその場合あなた名前じゃないですか、あなたは今日で千穂ちゃん推しほら STU、いえあなたは今日でみーちゃん推しほら STU で、みーつけたか推してみーひんかもどれにしようっていう。勝手に悩んでる。そうそう、あなたは今日でみーちゃん推しほら STU、 みーつけたか推してみーひんか。ね、全く決めろなんて言われてないけど勝手に悩んでる。そうそう、なんかやりたいんだよね、STU推し。見つけた。なんか「ここだよいいじゃん」って言われるけど、ここだよ私別に言ってないですよ、私が言うなら「どこどこ」って言って、みんながここだよだから「あなたが今日です」って「みーちゃん推しほら STU どこどこここだよ」みたいな感じで即レス大変になっちゃうから。どこどこここだよはなしにしようと思って、見つけたかしてみひんにしようと思ってて、そう、そう、じゃあ一回本気でやるから、どっちが楽しいか。あなたは今日で千穂ちゃん推しほら STU、 いえあなたは今日でみーちゃん推しほら STU 見つけたか。あなたは今日で千穂ちゃん推しほら STU、 いえあなたは今日でみーちゃん推しほら STU 推してみーひん、どっちもいいな。もうこれは STU がこの曲をやるときにまた悩むと思うな、全然やるっていう
こと決まってないけどね、勝手に言ってるだけで、ね、やりたいだけどっちもいいんだよな、そう、が悩むんだよな、どっちもいいんだよ。え、なんか千穂ちゃん家なんだって言われるけど、千穂って家じゃない、絶対しかなくない。見つけた墓、おやすみんととかもあるけどさ、ちいちゃんは多分ずっとやってるのは家だからさ、家じゃない、ファンの方に一番浸透してるのは家じゃない。あ、やりたいなって四国の公園見るたび思う。と夏曲はじゃん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 、僕らのユリイカってやりたい。あー、自分のページ閉じちゃった。発見したんだ、ずっと近くにいたのに、初めての感情、夏の太陽。やりたい。でもなんか昔もサンズグッドを初めて振り入れした時もめちゃくちゃ嬉しかったのに、今なんか夏曲ずっとサンズグッドやってるから、なぎいちを復活してほしい。なぎさで一番かわいい顔復活してほしいな。そう、でもなぎいちも実は今だから言える裏話があって、なんか TDC さん、初めましての、初めての TDC さんの時に、あの結局本番ではなくなっちゃったんですけど、夏曲を何曲か何曲か振り入れして、パーレオはエメラルドとかも、あの立ち位置もダレポジカも全部やって、あのさようならクロールもポジションも立ち位置も振りも全部やって、ナギイチもなんか結局初披露したのはそれより後なんですけど、 TDC さんでも実はやるかもみたいな感じで振り入れとポジション明かされてて、メンバーは知ってたんですよ。で私なんかその夏曲、そのナギイチで3番手だ、ユミコがいて、サイド、フーとミナミで、真ん中にナナさんっていう、すごいね、高位置を、なんか聖子さんが一人一人当てはめてくれたんかな、あれは。そう、で、すごい、めちゃくちゃいい位置をもらえて、振り入れもその位置でやって、すごい、なんか私、なんかずっと、その時はカップリングとかもなんか、あの STU がまだ、その初めての TDC だったから、まだあれだったので、嬉しかった、ファンの方に早く見せたいなとか思ってたら、TDC さんの瀬取りから、まあそれは抜かれちゃったわけですよ、夏曲を。まあそれ自体はすごい悲しかったんですけど、で後日っていうかその後に、夏のフェスとかで投げ位置をすることになった時に、ポジション下げられて、そう、悲しかったって思い出がある。そう、TDC さんのポジションのままじゃなくて、そう、TDC さんのは聖子さんが多分考えてくれたのかな。そこら辺の情報わかんないけど、そのいざ STU で、ね、なんか TDC さんでできなかった STU でやるってなった時には下げられちゃって、すごい今悔しいっていうか、そう、まだ投げ位置で披露したことあんまないけど、毎回やるたび悔しくなっちゃう。初見です、可愛いですね、友達やはー、膝すごくない、安定感、いつもこんな感じで膝使ってる。そう、っていうマジで2年ぐらい経ったから言える話だよね。もうなんかめちゃくちゃ悔しかったけど、実は本当は瀬戸りになりましたとかも、なんかその終わった当初とかは絶対言っちゃダメだったから、そう、イエーイエーってなって、何時に言うと時間セット、そう、
すごい悔しかった。でもなんか、悔しかったな、あれは。一回それでレッスンして、それで振り入りしてたから、すごい悔しかった。みんなに見せたいなと思ったけど、踊りに入らなくて、それも悔しかったけど、いざやるってなったら、下げられちゃって。で、今もし STU でやるってなったら、基本的に既存ポジ、ずっとやってるポジションに入るから、そのポジションだろうなとも分かってるから、なんか好きな NNB さん曲好きだから、ね、今なまったけどそう NNB さんの楽曲はやっぱね、でみんなはでもどこにいても見つけてくれるからいいんですけどオーマイガードがすごい楽しかったな。端っこでなんか真ん中のナギーチって真ん中の3列目でなんかあの16人とかもそうなんですけど、端っこが3列目でも見やすい位置だったりするじゃないですか。真ん中って同じ3列目でも結構密集度が多くて、まあ、あれなんですけど、そうだ、オーマイガーはね端っこの2列目なんですよね。だからめちゃくちゃオーマイガーってやってたオーマイガーやりたい。なんか一回あかりになんかシャトリのシャトリがまだ公演してなくて、シャトリが決まったってぐらいに、その時に各ユニットもシャトリを決めてて、なんか四国のセトリどうなのみたいな感じに見せてもらっとって、で、ね、NNB さん曲入れたかってんけど通らへんかってんなみたいな話をしてたら、あ、じゃあ四国来ればって言われて、四国めっちゃ NNB さんの曲あるよって言われて行くーとか言ってたそう、オーマイガーもあるし、でフェリーがね入ってんのがね地味に悔しいんですよね。だってなぎしゅうさんセンターでさ、ミルキーさんがその卒業発表した天神姫のあれだから、そう、あれが悔しいな。でもフェリーって確かに四国に合ってるよあ、今日誕生日、え、おめでとう、遠くから、うん、あ、また飛んだ、そうそう、あ、ツンツン帰る場所、アカリは STU に入ってから NNB さんの良さに再確認したタイプだから、そうだからね、なんかアカリは昔の映像をずっと見てるから、まるまるさん好きなんよね、え、もう卒業してるよっていうことが多々あった。そう、この前のさ、歌コンの時にさ、めちゃくちゃ待機時間があって、メイクをすごい時間かけて丁寧にやろうと思って、私いつもメイク前にフェイスマッサージみたいな、こうやってリンパみたいなしないんですけど、時間あるからしようって言ったら、ミュウミュウが私できるよみたいな言われて、ミュウがめちゃくちゃめちゃくちゃマッサージしてくれて、なんかこうやって耳ぐるんぐるんぐるんってしてくれたんですけど、その後にメイクさんに髪やってもらったら、すごい左耳内出血してるけど大丈夫って言われてえみたいな、そうっていう事件もあったし、うたこんさんに、駅からうたこんさんの会場に向かうまでのタクシーに、タクシーの間でミュウがずっとミネイのここに爪をずっと立てとったんですよ。だからすごい、あの爪の後で耳詰まりが30箇所ぐらいできて、すごい気持ち悪いことになっちゃって、本番まで消えなくて、けどなんかミュウにそれ言ったら、思い出せる恋をしよう、長袖だから大丈夫だよって言っていいけどさって言ってそうそういいけどって、可愛いからいいんだけどって、そうだから実はうたこんさんで、実はかく私の隠れてるここの腕にはミュウの爪の跡で耳つばりがめっちゃあるっていう。ミュウはなんか前まで1年ぐらい前までは、1年も経ってないか、メンバーの指を噛むだったんですけど、そう噛んだりしてたんですよ。最近は爪なんですよ。わんぱくでしょうちの子。
うちの子わんぱくでしょ、かわいい。でもいいんだよね、なんかね、みゆみゆも多分猫と同じぐらいの感じでめでてるから、あ、また爪立ててってくらいの気分だからだから私がいいからいいんだよ。そうそうそう。ミュウがでも逆にさ、ミュウがさ大人になったらね、多分悲しいからいいんだ。なんかクールになったりとかさ、悲しい。帰る場所ならここにある、こうなってみる、かわいいって言われたそんな遠くから私の顔って見えるの？鮮明に見えるんだ。わけなんて何もない、紹介された瞬間。これ何の曲だっけ？ママにるの理想のタイプが僕、ビンゴ、ここに行かれた、懐かしい、思い出せない、スピードってビンゴビンゴ、あなたに巡り、あ、こんな振りないわつけちゃった。ごめんね様、この恋友達なのに切ない、ハートに外を触れたくなった僕のいたずら。あとスティールでやったことあって、最近全然やってない曲ってなんだろう。オーマイガーもそうだけど、なんだ、なんだろうけ。ミンプルの私やったことないんだよな。ラン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 でしょ。あ、メイビー、メイビーやってないっけ？なんかどっかでやった記憶あるんだけどな。全国ツアーやんなかったっけ？やった記憶ある。いやだ、全国ツアーやったわ。やったやった、どこか忘れてきた。 Maybe 好きなのかもしれない。そう、あれはね、まあ多分有名だけど、ハート書いて、ハート書いて、でたここね、好きなのかもしれない、 E の振り、頭ね、触れちゃダメっていうルールがあるんだよ。そう、頭につけないっていう。ててたてててててたてててて、あ、私こっちだ。テテ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 なんか実はおったけど忘れちゃった。ちょっとなんけ、なんどこだっけな。誰かがいつか好きだと言ってくれる。もう覚えてない。自分の方から絶対。あ、待って。でで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 でてた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 、あ、見てた、てた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 。あと4分、もうマジだ、知らなかった、時計見えないんだよね、ここから。教えてくれてありがとう。はい、リアルタイムランキングものでその間コメント無理です。いきます。13位、りょうにゃさん。12位、ひろしちゃんでさん。
11位台湾チーム南さん。10位これなんて読む？あずばさん、東さん、父さん、台湾で言葉なんだろう、あるよね読み方多分。あずまさんにしてみようかな。10位あずまさん、トンさん、東さん、トンさん、あずまさん、あと台湾さん、トンさん、ありがとう。9位タナさん、8位トシローさん、7位パンダムさん、明日の方針全然めっちゃ楽しみです、ありがとうございます。6位ライリンさん、5位うーちゃんさん、あと今日はシンプルに好き、シンプルが一番。4位広島っ子パセリさん、3位よいさんさん、2位ポムさん、そして1位はドゥルルルルルルンタンキムコさんでした、ありがとうございます。キムコさんもキムコさんの後に後をずっとつけとくのが正常なんですか？通常営業なのですか？あ、次回は。それではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれみんなどこどこ見つけた、みんなこと押してみひんひゅー、ありがとうございます。陽気出身みこと一緒のみなみでした。はい、そして私は Twitter と Instagram をどちらもさせていただいているのでフォローの方をよろしくお願いします。私をルーム見に来たいよって方は通知が行くので、ゲリラでやることも多いので、あのゲリラでやってたらそのフォローしてたら通知が行くので見やすいのでフォローしてください。そして6枚目シングルの瀬戸内を候補する精鋭部隊を選ぶ、7人を選ぶ選抜が始まって、投票企画が始まってて、投票方法が5枚目思い出せる恋をしようの初回限定版に入っているプレゼント応募券をハガキに貼ってやるか、 1人1回の STO モバイルの会員になって1人1回で投票するかでやってるので。喉不調なんですよ今日ずっと。どちらもよろしくお願いします。ハッシュタグ石田みなみ大瀬戸内の候補へ。私も追加分ハガキカキカキします。皆さん今日もお疲れ様、おやすみちゃん。あいまーす。終わっちゃう、あ、もうあと8秒、バイバーイ。